はい。皆さん、こんにちは。シュークリマチャンネルのクリムラオサムでございます。2月22日火曜日の更新となります。はい。えー、先週はシクロクロスサーへの道ということで、人生初シクロクロス出場動画を配信いたしましたけども、えー、まだですね、ちょっとシクロクロスのダメージが少しありますが、まあ、心地よいダメージという,、ね、いうことですので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、皆さんも、お 一つのね、選択肢として、オフロード種目、えー、取り組んでいただければな、というふうに思います。で、今週はですね、また、あの、こちらね、えー、スタジオ、スタジオっていうか、普通のオフィスなんですけどね、はい。えー、こちらからお届けする、通常ルーティンの、えー、シュークリームラチャンネルとなっておりますが、えー、早速、こちらから、えご覧いただきたいと思います。えー、先ほど書き上げました、J スポーツシュークリームラブログとなります。 ね、題名がですね、有力選手が続々シーズンイン。調子がいいのは誰だ他。あんま他はないんですけどもね、えー、昨日2月21日号ということで、えー、書いておりますで。今日はですね、こちらの話題を中心に、えー、各選手、まあ今、この後ね、今シーズン、ハイシーズンに向かって活躍するだろう。エース級の選手、まだシーズンインしてない選手もいるんですけども、えー、シーズンインした選手などのね、動向を少しおさらい。 していきたいなというふうに思っております。はい。で、えー、まずですね、本場欧州や温暖な中東地域を中心に多くのレースが開催されております。現在。で、各チームのエスキの選手たちも続々沈んております。ということで、今回は各レースのリザルトを簡潔にチェックして、そして有力選手たちのコンディションなどをご紹介していきたいというふうに思ってます。はい。で、えー、今日はですね、えー、セカンドディビジョン、 まあレースのカテゴリーでいくと、セカンドディビジョンにあたります、UCI プロシリーズのレースをね、中心にちょっとお伝えしていきたいなというふうに思いますが、まずですね、えっとですね、こちらですね、ツアーオマン。はい。え、こちら、UCI2. プロと書いておりますが、この2っていうのが、ステージレースを表します。この2ですね。はい。で、プロというのがプロシリーズ、セカンドディビジョンのレースとなります。レース名がツアーオジャパン。 ツアーオブジャパンじゃないです。ツアーオブオマーン。ちょっと響きが似てますけどね。はい。ツアーオブジャパンは私が今準備をしているレースでございます。で、えー、大会の、このね、期日が2月10日から15日ということで、もう1週間前にね、終わっております。オマーンで開催されました。で、まず第1ステージから見ていきましょう。えー、スプリントステージとなっております。ガビリアがね、まずいきなり勝ってきたということで、で、オマーンのね、公式サイトを見ますと、はい、このようになってます。 ええと、これが、順番になってないですね。ごめんなさい。はい。ですので、これ、これ最終の、まあリ、リーダージャージね、各リーダージャージの選手たちなんですが、このガビリアが、まず第1ステージをね、制したというところで、まあまあ、最先のいいスタートですよね。UAE もね、アッカーマンがやってきたりとかしてますので、えー、ガビリアもうかうかとはしてられないという中での、まずね、この勝利ということになりました。そして、2日目勝ったのが、マーク・カーベンジ氏と、 ということで、今シーズン早くも1勝目を飾っております。はい。で、えー、カベンディッシュはですね、昨年、ツードフランスでステージ4勝を飾って、そしてポイント賞、自身2度目のポイント賞ということで、えー、ただ、チームとの契約更新がなかなかできず、というのは、やはりカベンディッシュも年齢が年齢ですし、なかなか今後活躍できないだろうというね、えー、クイックステップの首脳陣、ルフェーブル GM の判断から、なかなかこう、うまくね、 えー、契約が進まなかったんですけども、なんとかね契約を結んで、そしてそんな、もうカベンディッシュは活躍できないだろうみたいな言葉を、まあ、跳ね返す、えー、そんな走りをね見せまして、えー、ステージ勝利をね飾ったということになっております。あこれ、分かりやすいですね。はいステージ2、カベンディッシュ勝っております。これ1勝目がね、こちら公式ホームページの方でのガビリアです。はい で、えー、第3ステージとなりますが、今度はですね、上りフィニッシュのステージとなりました、アントン・チャーマ。なんか、チャーミングみたいな感じです。チャーマと、ね、J スポーツの表記では、えー、されていますが、えー、新生請、ウーノ X、まあ、ウーノ X 新請ではないんですけどもね、今非常に力を入れているノルウェーのチームですね。えー、その、今後、UCI ワールドツアーを目指すであろう、このウーノ X のチャーマがいきなり勝ってきたと。 いうことになりました。はい。そして、えー、よく第4ステージ、こちらも上りきのコースを制したのが、マスナダということで、リーダージャージを手に入れます。はい。えー、クイックステップのね、マスナダ。そして、重要なステージとなった第5ステージを勝ったのが、ベテランのヤンヒルトということで、こちらですね。アンテル・マルシェ。 昨年のブレーダーでもね、非常にこう、強いところを見せていたベテランのヤンヒルトなんですけど、まあ、ここ数年はちょっとね、えー、成績が落ちていたんですが、昨年のアンテルマルシェワールドツアー上がってからのね、このチーム強化に乗って、えー、しっかりとね、今シーズンも強いところを見せている。そして最終日、再びスプリント勝負になりました。勝ったのがガビリアということになっております。はい。全部で6ステージとなりました。で、総合を見るとですね、 この第5ステージを勝ったヤン・ヒルトが総合優勝。そして、第4ステージを制したマスナダが総合2位。えー、さらに、いつも上位に来るけどなかなか勝てないルイ・コスタが総合3位ということになっております。はい。そうですね。総合優勝。総合2位。ね。ということになってます。で、えー、改めてですけども、まあ、トップスプリンターはね、あまり出ていなくて、カビリアとカベンディッシュがね、メインでした。はい。それぞれがステージ優勝を飾っております。 一方、総合勢は、まあ、グランツールで表彰台の選手は参加していなかった中で、このベテランの、ね、ヒルトがなんと6年ぶりの勝利でした、ステージ優勝が。ですので、本当に久々ですね。このアンデル・マルシェというチームですけども、中堅選手やベテラン選手で結果を出すことに成功しているという感じがいたします。なんかこう、アンデル・マルシェ再生工場というね、そんなイメージを勝手に持っておりますが、えー、今シーズンもね、非常に 期待が持てるかなと、ね、たらまえが、昨年のブエルタでもね、えー、復活勝利を飾っておりましたし、まあ実はヤンヒルトもその裏でね、結構いい走りを見せていました。さあ、続いてのレースです。今度はワンデイレースです。クラシカ・ド・アルメリアということで、スペインのレースですね。はい、こちらも UCI。今度1って書いてあります。1はワンデイレースです。のプロシリーズということですね。2月13日に開催されております。で、えー、優勝したのが、おこちらもアンデル・マルシェ、そう、アンデル・マルシェに移籍したクリストフが、 集団スプリントを制しました。こちらホームページですね。オフィシャルホームページですが、こちらで勝っております。おりゃーということでね。このアンテル・マルシェウェアのね、クリストフも、また見慣れない感じがしますが、スプリンターのブアニと、そしてニッツオールを抑えてのクリストフの移籍早々のお土産勝利ということでね。今季アンテル・マルシェ移籍したクリストフが早くも今シーズン1勝目です。 ねで。あと、また、日本の中根秀樹選手も前日のスペインのワンデレスでシーズンしておりまして、この日もチームメイトのね、ファンデンベルフのために仕事をするということで、国際映像にもしっかり映し出されていました。えー、EF2 年目となりますので、まあ、あのー、例えば、引っ越しとかもね、もう去年済ましてますし、新しいトレーニング環境、新しいチーム環境に慣れての2年目というのは、やはりこう、ぐんと伸びるタイミングですから、まあ、ベテラン、年齢的にはベテランなんですけどもね、中根選手の今シーズンはなんかこう、期待できる。 じゃないかなと。昨年もね、あの、要所要所でいい走り見せていたんですけども、本シーズン。あの、その他のね、レースも結構出ておりますが、えー、まずまずのね、滑り出しというところでございます。で、やはり勝ったのがこのアンテル・マルシェのクリストフということで、まあね、本当に、なんというか、アンテル・マルシェいいですよね。クリストフもそんな沈んでいたわけじゃないんですけども、しっかりとこういうベテラン選手が来て、勝ちを収めるっていうのはね、重要ですから、 なんかあの僕ももともと監督時代は再生向上的なえどうしてもこうスター選手、高い選手をあのスター選手、高い選手といか日本のチームだったんであれですけどもねえみんながあいつはいい選手だっていうこうノリノリの選手をなかなか獲得する機会が少なくて絶対、本当は強いんだけどもなんか原因でちょっと走れないみたいな選手を結構こう声かけてねとか入りたいって声かけてもらって集めてそして。 成績を出すみたいなチームにいたので、監督やっていたのでね、このアンテナマルシはちょっとね、親近感湧きますね、今季。はい。さあ、続いていきましょう。続いてですが、ボルタ・アオ・アルガルベということで、ポルトガルの結構ね、有名なレースです。ポルトガル最大のレースと言ってもいいですかね。はい。2月16日から20日に開催されました。全5ステージとなります。で、こちら優勝してきたのが、まず第1ステージ、ステージ優勝ですね。ヤコブ戦が勝ちました。はい。イエイ。 これ3手やってるんですけども、三、えー、3なんですが、これもステージ、あ、シーズン早くも3勝目ということですよね。はい。ですので、赤部戦、昨年、昨、一昨年か、ツードポローニュで、えー、フルネウェーヘンの射高によってね、本当にこう、命の危機、危険もあるようなね、大クラッシュ、高速でのクラッシュをして、えー、本当に大手術を繰り返して、そして昨年、奇跡のね、復活、ブエルタでね、 ステージ優勝を飾ったわけですけども、えー、本当に強い役部戦が戻ってきたなという感じがいたします。はい。で、続いてですが、上りのフィニッシュとなりました。勝ってきたのが、ダビー・ゴジュということで、あ、ごめんなさい。これね、ちなみに、えー、っと、スプリントステージはコカール。コカールの女子ですね。そして、これ、あれ、クリストフかなこれ。はい。クリストフそうですね。はい。ということでね、えー、こういった選手を抑えてます。そして、えー、第2ステージが、 ゴデュですね、こちら。はい。えー、上りフィニッシュとなりましたが、最後にちょっと落車があったんですけども、まあ、落車なくてもね、ゴデュ勝ってただろうという感じでした。はい。えー、今シーズンはね、ティボー・ピノーが、まあ、やはりね、こうツールに出るという流れがあるんですが、えー、しっかりとね、このゴデュも、えー、ポスト・ピノーという形で、えー、期待される選手ですので、 まあこのアルガルベのね、山頂フィニッシュをしっかり制してきたということです。で、2位が、アスタナのね、期待のイタリア人選手、バスティ、これ、バス、バティステッラ。なんかね、ちょっとこう、言えない名前の選手ってたまにいますよね。そう、バティステッラ。そして3位がイーサン・ヘイター。さらに4位がマクナルディ。マクナルディ調子いいですね。5位がダニエル・マルティネスさん、ダニマル。昨年のジロで、ね、ヴルナリに頑張れって振り返りながら。 応援しししながらアシストしていました。そして第 6, 第,第6位がエベネプール以降ジュリアン・ベルナール、ツンマーマン、トニー・ギャロパン、ビアストロームという順になっております。はいまあ、そんな選手たちもも、ね、活躍してますよということです。さあ、そして翌日、またスプリントステージになりました。ヤコブ戦が強いですね。ヤコブ戦がステージ2勝目ということで、グリーンジャージも着ております。はい これですねちょっと上り基調のフィニッシュとなりましたが、なんかみ,みんながこうお祝福しているような写真になっておりますけども、<laughs> えー、これ、隣にいるのがアルペシンの選手ですね、メルリール、そして3位がコカール、えー、4位がクリソフですね、そして5位が、えー、ホフステテールですね、ホフステテールがなんか手を挙げてますね、これ、これちょっと抗議的な感じですかね。はい そして、えー、アルガルベ、第4ステージ、来ました。我らが、我らが、レムクア・イ・ベネプールがステージ優勝です。そう、何で勝ったかっていうと、こちらですね。個人タイムトライアルです。見てください、この美しいフォーム。まあ、身長170センチちょっとということで、我々日本人にもね、非常にこうなんかこう馴染みのある体型と思いつつも、やはり足が長いですし、この太い胴体、卵のような胴体にね、 もう空力抜群の。だってこれ今、なんか写真が上向いてるじゃないですか。ちょっとこうバイクが上向いてる。なのに背中が水平なわけですよね。なんか背中で、背中を水平に合わせてトリミングしたら、バイクがこう上向いちゃってるみたいな感じになってますね。これ逆にバイクを水平にしたらものすごい前傾してるっていうことですからね。 いやー本当にこう空力のお化けみたいなね感じの若い選手ですけどもそうそしてエベネプールが勝ちましたで、えー、結局エベネプールがこの貯金をね持って総合賞を果たすわけですけどもまあ、最終ステージ勝ったのが、えー、セリフをオイギータということで、えー、イギータはですねあの先ほどゴーデューが勝ったステージでちょうど落車をしてしまっていましたのでまあ、そのお ちょっとね、リベンジ的な感じで、これ、イギータの勝った写真が特にない感じですね。はい。はい。大丈夫ですね。さあ、そして総合ですが、えー、優勝が圧倒的なタイムトライで力を見せたエベネプールが1位。そして、このシーズン好調の、マクナルティが2位。マクナルティまだ23歳ぐらいですよね。そして、ダニ・マルコとダニエル・マルティネスが3位ということです、えー。過去ね、この多くのグランツールレーサーたちが総合衣装を飾ってきた伝統のレースなんですね。このアルガルベというレースは。 でちなみにそのアルガルベですけども、過去勝った選手をです、ね、見てみると、えーとまあ、例えばですねポカチャルが2019年勝ってますで、2017年ログリッチが勝っていて、そしてゲランド・トーマスが2015、16と勝っているということですので、まあ、その他には、え リッチーポートだったりとかあと2009-2010はコンタドールが、ね、2連勝しているというレースですからなんかこうグランツールに向かう、ね、そんなイメージのレースですでここで勝ったのが、まあね、クイックステップコンビでしたねやはりねはい百部戦とエベネプールということでしたで、えー、この、ね、エベネプールなんですけどもその第4ステージタイムトライアルでなんと欧州王者キュンクが2位だったんですけどもキュンクに58秒の大差をつけたんですねこの走り これね、やっぱ58秒、32キロで58秒、平坦ですよ。これはね、とってつもないな、32キロの平坦でで58秒ということで、はい。ただ、エベレプール、まだね、弱点があって、やはりこのグラベル区間、ちょっとまだ弱いかなと。それね、一つにはやっぱこの、かなりサドルが高めなんですよね。このさ高いサドルでの空力には優れてるんですけど、グラベルにはちょっと弱いと。もっとサッカー選手なんでね、土の上強そうなんですが、 え、そんなが関係ないですね。あとね、激坂もなんかちょっと弱いイメージがありますね。比較的シッティングで攻めるタイプくるくる回して、なのでちょっと激坂のトルクフルな感じが苦手なのかもしれません。あとはね、高難易度コース。まだまだそのグランツールのね、やっぱり獲得標高5000メーターとかね、長距離ステージではなんとなく、えー、うまくこなせてない感じがしますね。圧倒的な力を積み見せてるのが結構プロシリーズのレースとかね、ちょっとこう,う、ワールドツアーじゃないところのレースが多いですからね。そしてあと、 ミルクスさんも、ちょっとね、まだまだ苦手弱点なのかなということで、はい、レジェンド、ミルクスさんに結構辛辣な、ね、同国ですので、おそらくね、こう、嫉妬激励だと思うんですけども、えまだまだお前、若いぞということでね、はい、という感じです。そう、マクナルティも今シーズン調子がいいということです。さあ、続いて、ルータ・デル・ソルとなります。まあ、太陽へ向かう道ということで、まあ、正式名称は、えー、なんかね、コロコロ変わってるんですけども、 一応正式名称を言うと、ブエルタ・ア・アンダルシア・ルータ・シクラシ,シクリスタ・デル・ソルということで、もう我々みたいな古い人間からするとですね、ルータ・デル・ソルでいいんじゃないかっていう感じですけども、はい。で、えー、見てみますと、5ステージとなっておりました。で、初日がこれ逃げ切りですかね。えー、ヘイレ・ゴーツ。はい。ちょっと読み方がちゃんと定まっておりませんが、えー、このね、公式サイトが非常にわかりやすいんですけども、ちゃんとこう順番になってですね、そう、この、 スポルトフランデレンの若い23歳ベルギー人選手がね、えー、結構大金星的な感じの勝利を挙げて嬉しそうですね、はい。今後もしかしたらね、ロットなんかにも入ってくるかもしれません。ステップアップする選手かもしれません。で、第2ステージ勝ったのがイタリアの期待の選手、コービーということです。えー、コービーもですね、まあ、ヒルクライマーというか上りの選手ですよね。こちら切り替わっちゃうんでね、こちら、はいえー。今シーズンもね、結構活躍しておりますので、コービーも今後期待だなと。 いうところですす期待の選手たちが勝っててますそして第3ステージ勝ったのがアメリカの新生シェフィールド、19歳、えー。19歳なんですけども、イネオスにね早速こう引き抜かれてというところの選手でございますが、えー、っとこちらです。はいこれ模様じゃないですよね、これ潮吹いちゃってる感じですね。非常に暑い中、まあ、19歳の選手が、ね、勝ってきたということで、アメリカ人選手でございますこっちコービーです。 勝手に切り替わります。はい、そして、えー、第4ステージ勝ったのが、アウトプールスということで、久々の勝利となりました。このホエホエですよ。ほえって感じのね、でバーレーンに移籍しての、実はバーレーン移籍してからの初勝利ということで、まあ、スプリントのあるルツェンコとのマッチスプリントを制してのね、これ、ステージ衣装でしたから、意外とプールスってね、細身なんですけど、あのスプリントあるんですよね。めちゃめちゃ細い木ですけど、やっぱ、つくとこついてますからね。はい さあ、そして最終ステージですが、ツールでもステージ衣装を飾っているケムナがステージ衣装を飾りました。はい。よしって感じですけどね。さあ、そして総合ですが、そう、そのワウトプールスが総合衣装を飾っております、えー。そして2位が、トタルエネルギーズに移籍しているクリスチャン・ロドリゲス。ロドリゲスさん多いですね。そして3位がアスタナに1年で出戻ってきたミゲランル・ヒロペスということになりました。ヘイターステージなしの5日間なので、見事なまでにスプリンターが出場しないレースとなった太陽への道、ルータ・ーデル・ソル。そう。 ルータ、道、出る、出る、ソル、そう、太陽への道ですね。はい。で、総合衣装を飾ったのが実に3年ぶりの勝利となりました、オランダ人クライマーのワウトプールスでした。はい、おめでとうございます。こちらですね。カンペヨン、ワウトプールス、ルーター、デルソル、第68回エディション。はい。ね、で、他の選手ですけども、総合上位を見るとですね、そう、先ほどお話したミヘル・ハイ・ロペスも総合3位。そして、えー、双子の。 サイモン・イエツも総合5位、えー。ジャック・ヘグも総合6位。で、ベン・オコーナーですね。総合7位ということで。まあ、この辺の選手、みんなシーズン開幕戦だったんですけども、まあ、グランツールでね、エースを担当するような選手たちもし、順調にシーズンインを果たしていますということです。で、あとですね、えー、おまけじゃないんですけども、1個下のヨ,ヨーロッパツアーですね。サード・ディミミションになります。主要の1クラスのレースを見ていきましょう。ブエルタムルシアです。こちらはワンデイレース。UCI。1がワンデイレース。で、1が1クラスですね。 プロシリーズに1個下、えー。これ、そう、先ほどのコービが勝ちました。トレンティントのワン・ツーフィニッシュとなっております。えー、そして、クラシカ、ハエン・パラ・パライソ・インテリオール。はい。これ、スペインですね。ちょうどバレンタインの日に開催されましたが、こちらなんとスペイン・バンストラ・デビアンケということで、今年初開催、えー、グラベルレースとなりました。優勝したのがルツェンコ、そしてニガがウェレンスということですね。 そしてここもね、アンテルマルシュのね、えー、ビリエンビリエン,ヘンが入ってますね。さすがでございます。ウェルネスも今年調子いいですからね。さあ、そして、えー、ツール・ド・オーバル、はい。これもね、正式名称がもう今違うんですけども、も我々に,に古い人間からすると、ね、ツール・ド・オーバルと呼んでしまうんですが、はい、で、優勝したのがナイロ・キンタナでございます。えー、先日ね、えー ジェスポーツでも放送したツールドラ・プロバンスでも総合優勝を飾ったナイロ・キンタナですが、こちらでも勝っております。キンタナ村長。え状態が非常によくですね、今シーズン早くもステージレース、総合 2, 2勝目を飾っております。えー、ウェレンスは最終日逆転されての総合にそしてギオム・マルタン、コフィデスのね、哲学者が総合3位ということで、えー、まずまずのね、皆さん滑り出しという感じになっております。はい。ということで、駆け足で、早口で話してきましたが、もう結構21分使ってしまったと。 いうことですがあとはですね、ちょっとね、個別に有力選手の、えー、なんかこう、動向みたいなね、ところをちょっと、えー、チェックしていきたいと思いますが、まず個人的にはですね、ウルパマのティボー・ピノ、ティボー・ピノは、えー、今シーズンどうなのかっていうところですけども、えー、もうシーズンしております。はい、で、えー、ティボー・ピノに関しましてはですね、えー、その先ほどお話し,しました、ツールド・オーバルで、えー 最終日、ステージ3位に入っておりますので、いいとこ来てるんじゃないかなというふうに思います。であとはえ、最強軍団というかね、上昇軍団、イネオスですけども、イネオスで見ると、そうですね、アダム・イエーツが、えー、今ちょうどね、開催されている、えー、J スポーツでもね、放送している UA ツアーに出場していて、えー、この後ですね、三角ステージでどう走う走りをするのか期待かなというところです。そう、UA ツアーに関しましたよね、第1ステージフィリップ戦、そして第2ステージなんとカビンディッシュが、 ステシーズン2勝目飾ってきましたので、これカベンディッシュね、ツールドフランス今年メンバー選ばれて最多勝利更新するかもしれませんね、ディー・メルクスがもつね。はいで。あとはどうでしょうね、えー、ゲラント・トーマスがちょっとこう、なんかチームは俺にもう最近期待してないんだよみたいな感じのことをね、ちらほら言ってましたけども、先ほどのアルガルベには出場して総合62位でシーズンスタートを切っております。 であと、ユンボ・ビズマですよね。ユンボ・ビズマもちょっと見ていきたいんですが、えー、まずね、どうしましょうかね。ビンゲゴに関しては、えー、まだシーズンインしておりません。はい。で、ビンゲゴはこの後、いつだかな。2月26日ですね。えー、フランスのワンデーレース2連戦のところから始まりますね。今週末からシーズンインですね。で、えー、あとはファン・アールトですね。ファン・アールトはですね、 今週末、ベルギーのね、セミクラシックというか、クラシックシーズンが始まりますけども、まあ、オムループヘッドニュースブラウドという,う初戦、これ2月26日、今度の土曜日なのかな、これがファンアールとの開幕戦になるということになっておりますので、まあ、いきなり優勝してくるのかどうかっていうところはね、期待したいと思います。えー、そして、ユンボといえばやはり気になるのがログリッチですが、えー、ログリッチに関しましては、先ほどのビンゲゴと同じにですね、2月26日のフランスのワンデーレースですね、 えこちら2連戦え、土日出場するということで、その後パリミンスイに入るという流れとなってます。ほ、はい、他にももちろんね、え皆さんごひいきの有力選手たくさんいると思うんですけどもね、えどういう感じになるのか、そしてあと気になるところでは、アルペシン・フェニックスはマチュー・ファンデルプールですが、マチューはまだトレーニングね、再開はしたんですけども、最初のレースがロンドン・フランデルン になっておりますので、え、いきなり本番のロンドンに出てくるのという、な、もちろんその前にいくつかテストレースというかね、え背中のね、故障と相談しながらレース出てくると思うんですけどもえ、非常にね、気になるなというところでございます。はい。さあ、そんなところで、25分使ってしまいました、はい。今週はね、ちょっとこのような、えー、レ,ーレースーレビューか。 という感じでお届けいたしました結構専門的な話になっておりますが、まあ、あのプロレースの、ね、興味ある方にとっては、なかなか、あのー、普段から毎日、ね、レース配信見られている方とか、リザルト見られておえる方はいいんですけども、意外とそういう方は、ね、少ないと思うんですね。気がついたら始まってたみたいなところもありますのでね。ですので、今週クリマチャンネルではこのように、えーまあ、タイミングによりますけどもね、あのー、おさらいをしながら、やはり重要なレース、やっぱりこう レース前の事前情報って大事ですからね。そこで盛り上げて、そして本番が来るみたいなね。まあ、スポーツの醍醐味の一つでございますので、そんなところもフォローしながらお伝えしていきたいなというふうに思います。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。それでは、週9のチャンネルまた次回お会いしましょう。さようなら。